シャーリー・テンプルの出演作品。シャーリー・テンプルの出演作品。シャーリー・テンプルの出演作品は、シャーリー・テンプルの出演した作品についての一覧と、作品紹介である。ベビーバーレスクが制作。ラントページから、キットイン・アフリカまで、全8作。この時期の作品は、子供たちと親を対象にした、いわゆる家族向け映画がほとんどであり。 一家で観客になることが見込まれ、市場として大きい。またヒットした場合、観客層が家族以外にまで広がる可能性があるため、アメリカではしばしば大きな予算をかけた。シャーリー・テンプル出演作のほとんどは予算が豊かで、時代をあまり感じさず、アメリカでは現在も需要が多い。なお、以下の作品のタイトルは日本公開時の題名の通りに記してある。 この時代の彼女の作品は多くがティーンエージャーを対象としたいわゆるティーン映画。観客は通常思春期の中学生、高校生のみでその時代、その時代の作品に興味を持っても過去のティーン映画には関心がない観客層のため家族向け映画に比べて市場ははるかに小さく予算も小規模である。シャーリーが セルズニックプロダクション等の作品に出演した頃のティーン映画はエリザベス・テーラーであれ誰であれ、現在アメリカのテレビでもほとんど放映されない。この時期のシャーリーの出演作も放映の機会が少なくなったものの、工業収益10位以内に入らなくても決して人気が落ちたわけではない。俳優は人気が衰えると B 級映画へ移るが、 彼女の出演作は最後の映画作品まできちんと予算をかけ、スターを揃えて一流監督が作る長編映画である。シャーリー・テンプル・ストーリーブック。このシリーズのうち13話は同じくテレビさん、大ネットワークの ABC 系列の放送が1959年1月12日から12月21日にかけて改めて放送している。 シャーリー・テンプル・シアターは、シャーリー・テンプル・ストーリー・ブックの第二シーズンという位置づけで全25話のシリーズ。カラー撮影され、ABC 系列が1960年9月18日から1961年9月10日にかけて定期的に放送した。主題歌は、ザ・エンチャンティット・メロディである。どちらのシーズンも一話完結で、おとぎ話や児童文学の古典名作の テレビドラマ化という類似点がある。共にシャーリーは進行役として劇の前後に顔を見せ、ナレーションを担当し主題歌を歌った。この二つを合わせて便宜的にシャーリー・テンプル賞と総称することもある。最初は出演に消極的であったシャーリーも最終的には劇に出演するかどうか、彼女に選択権が与えられるという条件で話はまとまった。 例えば第1話、美女と野獣は、気乗りがせず、野獣役チャールトン・ヘストンの相手は、クレア・ブルームが務めている。人魚姫のヒロイン、オズの虹の国や、オズのオズマ姫、お姫様とゴブリンの物語のアイリーン姫や、七波風の館のフィービなど、主役を演じた回も多い。全41話すべてで、進行役、ナレーション、主題歌をこなし、そのうち13のエピソードは劇に出演している。 この番組はアメリカでは1960年頃のテレビ放送の目玉である。第一話はスタジオから生放送、残りはカラー撮影したビデオ録画を流した。またカラー放送の黎明期の番組の一つで映像資料はシャーリー・テンプル自身が保存しており、レジェンドフィルムズと協力して退職を復元。そのうち第二シーズンのエピソードをいくつかまとめて、 アメリカで DVD として流通しており、VHS ビデオは第1シーズンから撮ったエピソード2を加えた4巻が発売された。この作品は当時のテレビ番組としては破格の高い予算をかけながら当初から指摘された一連の問題がある。シャーリーが1ヶ月に3日しか撮影に咲かないためにロケができず全てスタジオで撮影したことである。 撮影を3日間で終える点を重視し、アメリカ東部のテレビ局ではなくシャーリーの住むワサートンに近いカリフォルニア州バーバンクのスタジオで撮影。そのためセットは持ち運びがしやすく、組み立てに時間がかからない形にするほかはなく、視聴者にセットだとすぐに分かってしまう仕上がりに甘んじるしかなかった。以下、シャーリー・テンプルが進行役と歌に加えて劇中に出演する回は、 太字で示す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。